斉藤由貴スキャンダル専門弁護士に相談はいかない。女優の斉藤由貴が9日、東京、フジテレビ湾岸スタジオで行われた同局系ドラマ、スキャンダル専門弁護士クイーン、10日スタート、毎週木曜、22時0分並ダッシュ米印初回15分拡大の制作発表会見に出席した。竹内優子演じるヒミエラ危機管理専門の弁護士たちが情報を操作して裏で社会を動かすスピンドクターとして活躍する姿を描く今作。斉藤はヒミラが所属する法律事務所の事務員間野聖子役で出演する。1989年に放送されたルックイ電子とへ行く以来、富士の連ドラ出演は30年ぶりとなる斉藤。インタビューを受けると30年以上経っているにもかかわらず 100% スケバン刑事のことを聞かれるんです。あのドラマの波及力を未だに感じますし、私にとって大切なものになっていると感じますと言い、今作への出演は古巣に帰ってきたようだという。会見では出演者たちにドラマの舞台である弁護士チームたちに自分なら何を相談したいかという質問が飛んだが、斉藤は水川あさみと同じ回答で相談に行かないというのが一番いいかなって思うんです。他の出演者もいい差し入れを教えてほしい。竹内、大腸管理、中川博士、冷え性の直し方、エアコンフィルターの交換時期、バカリズムと一癖も二癖もある弁護士たちに相談するのは気が引けるようだ。また斉藤は以前親子役を演じた中川に対して急に大人になってあまりにも変わりました。子供は大きくなるのが早いですとしみじみ語っていた。